こんにちは、M コーポレーションのカズミです。本日もですね、この電源の選び方、その2ということで、簡単に説明していきたいと思います。前回ですね、600W の電源を推奨させていただきましたが、じゃあなんで 600W なのかっていうところを少し説明していきたいと思います。まずですね、600W の、一番美味しいところっていうところがですね、電源の一番美味しいところでは定格の 50% と言われています。この論拠としましては、AT プラスのですね、この表グラフになりますが、各グレードあります。スタンダード、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、チタンと、各グレードですね、この変換効率がですね、負荷の 50% の時に一番よく設計されているようになっています。こちらにも書きましたが、 50% 出力時に一番、変換効率が高いように設計されております。じゃあ例えば前回お勧めさせていただいた 600W 電源の場合、もちろん 50% といえば 300W ですね。で、300W ということは、前回このシステムの場合、360から 400W ぐらいの消費電力ですよと、ご説明させていただきましたが、これ常に360から 400W、負荷かかってるわけじゃありません。ゲームによったりソフトによったりというところで、この負荷というのは上下します。で、その中で、一番美味しいところは 300W。アベレージを取って 300W だろうというところで、電源の出力を 300W が一番美味しいだろうということで、600W をお勧めしました。で、その一番美味しいところですね、その負荷率 50% の一番美味しいところで使うメリット。ここはまず一番は無駄な電力消費が減ります。例えばこの変換効率 80% って書いてますよ。なんのこっちゃと。80% ってことは、この 100V から入ってきた電力を 20% 無駄にして変換してるんですね。無駄にしてるってことは、この無駄になった部分って何になってるのっていうのは、これは熱に変わってるだけなんです。使ってないんです。無駄なんです。なので、無駄な電力消費が減ります。じゃあ変換効率、効率よく変換できるので発熱が減ります。ではこの通りです。20% が例えば、これでいくと 15% になりますよ。プラチナになってる 8% しか熱になりませんよ。というところで発熱が減ります。で、発熱が減れば今度当然熱によるダメージが減るので、寿命が伸びます。これはもうコンデンサーにしても中に入っている、FET にしても何にしても熱によるダメージ、これ結構大きいです。発熱が減れば寿命が伸びます。で、結果ですね、システム全体の発熱も抑えられますので、電源からの熱が抑えられるだけでも、例えばハードディスクですとか、例えば CPU ですとか、シャーシ内の温度が低くなりますので、システム全体の負荷軽減になりますよ。そういったことになりますので、このシステムの場合が 600W をおすすめです。例えば寿命の機械でしたら、もう変な話、300W ぐらいの電源、十分です。150W、下手すると 100W ぐらいしか消費電力ありませんから、300W でももしかしたら一番おいしいところが使い切れないかもしれません。そういったところで使う内容によって、ここの出力を考えて、その半分、その倍、その倍の電源を選んでおけば一番美味しいところが使えますよということで、今回はそれを覚えていただければと思います。次回は、じゃあどんな電源を選べばいいの？いい悪いってどういうふうに判断すればいいの？っていうところに行きたいと思います。